サポート行政書士法人物流チームの山田です。最近倉庫業登録に関する事業譲渡や合併についてのお問い合わせが非常に増えてきております。物流会社の新規創設や、グループ内での物流会社創設など、このような時にこの事業譲渡合併についてのスキームがよく用いられます。特にこの事業譲渡と合併に関しては事後の届けで済むことがあり、比較的スムーズな登録が完了することになります。ぜひこのような場合は当社へご相談ください。